賞金もあったけど罰金も多いわけですよ。バンと失敗したら5万円。いや、そうあったんですか。2回失敗したら10万ですよ。ええー、うん、だから1回バンとしたら5万円プレッシャーかかるじゃないですか。ここで言うわけですよ。こんな余計ね、罰金なら余計プレッシャーかかってできないですよっつったら、そんなプレッシャーで負けたらどうすんだなるよな。なりますよ。じゃあ俺は2軍の時、2軍の時罰金があった初めて、これ経験がある。2軍が見逃し三振に1万ない。ああ、2軍全然ちょっと厳しいですね。そうやろ、そしたら、もう1年目や、給料もないやん、1年目の時なんか安いでしょ。安いだって、その時に思い出した。見逃し三振1万円えぐいやん。えぐいっすよね。あの頃の1万円とは今10万くらいでしょ。えぐい、ね、マジで。いやそこまでいかないけど、うん、マジで着払いしたもんなこうやってストライクで打って着払いって言うんすかね。着払いする。着払いとりあえず振っとけ。着払いって言うんだね。めっちゃ面白い。ほんま着払いって言うんだよ。あ、初めて来ました。あれほんま着払いって言うんだよ。着払い、はい、着払いそれは許されたんですか、1万円も。いや、もう総選挙それやっていやいやいや、振ったしって俺、今振ったしね着払い。面白いです。だってバット1本5000円だったかな、 あの頃入った時年俸いくらでした。120万。120万でしょ。ということは10万だもんね、給料月10万でグラブ買わないやろ。で野球道具今みんなくれるやんか。ほとんどくれますから、ね、でもバット買わないやんか、1本5000円やんか。で何十本もいるやんか。で折れた瞬間ハッて言うから、もうねバッティングの上でで火に入ったら釘打ってこうやって使ったのねマジで。ほんとね、火に入ったけどこうやってほんとね釘打って、すごいっすね。いやマジ、ただ良かったのがおかげでいろんな先輩からバットもらったんよ。あ、はい、そうすると全部グリップが違うのな、で俺タイカップを使ったずっと、はい、あの現役の時、そう、木下時生さんっていて、あの人が NSB っていうバットメーカーでタイカップ使った、それがあったんや。それからタイカップだよ。だからその自分のバットを選ぶものがあった、ただね、ほんとね降りた瞬間もう真っ青になるすごいですね。竹バットは使えないですしね。こうしたの手がしびれて竹バット芯がないですもんね。痛い。なんか今あの大谷翔平選手とか、穴開けてるじゃないですか、上にこう、中空洞を作ってて、まあ、流行ってるんですけど、そういうのは吉川さんやってなかった。空洞？はい、バットの真ん中穴開けてこう、なんかバランス取るのが流行ってるんですけど。いや、先っぽやろ。はい、先っぽ。先っぽはかっこ、あ、昔から空洞が、あ、あるある、くり抜いてました。うん、こうくり抜いて、くり抜いて、いや、空洞したらあかんで、空洞して、空洞ありますね。空洞してコロッケ入れたらあかんで、でもあれやっぱ結構やってる人多いですよね、くり抜き。あの、くり抜き、うん、バランスな、あ、バランスのためなの。こうくり抜いてこう、はい、円形でくり抜いて、ありましたね。あれヘッドの重さを変えたりする、くり抜いたら飛ばない飛ばない、折れちゃう折れちゃう、折れちゃう、空洞じゃないですね。あの先っぽですね。軟式バットは空洞だからな、はいはいはい、昔のキーバットは、はいはい、公式空洞にしてゴルフをこう詰めたらそう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 そ、いや、検証したの。あ、検証したんか。こう、コルク入れて打ったら、はい、変わらない。あ、そうですか。だからやったらダメだよって感じだけですね。そう、でもメジャーで結構バレてるやつみたいなね、バットを打って、中、はいはい、コルク入ってるとか、はいはい、でも、飛ばないらしいよ、思って。そうなんですね。だから、その先っぽはバランスの、バランスをどう取るかっていうんで、はいはい、昔からある。あ、やっぱそうなんですね、うん、なるほどね。そう、いやもう今のプロ野球で全部あのもらうからね、はい、2軍の選手もらいますね。バッテ全然違いますよね。だから今2万5000円するよ、ね、はい、青田も、ああ恵まれてますね。恵まれてる2万5000円だから、どうしても金属をほら
高校生は使うやん、はい、あの機器が足んないので、はい、だから青玉今2万5000円かな。足がちょっと安いのかな。足は俺は足が好きなんで、サクイって柔らかいんで、柔らかいとボールが乗るんで。メープルもあるんですか。メープルもあるね、うん、でも2万円越すんじゃないじゃん。いくらな、80本とは言わんやろ、年間使う。いい時代ですね、今ね。2万5000円80本だったら大変なことですよ。そうやろ。いきなり今1500万で巻いちゃいます。200万だから良くない。あのこう練習終わったらみんな小さい球打ち行く、うん、ゴルフですね。違う違う、ゴルフでもっと小さい球、鉄の球、パチンコ、パチンコ、そっちですか。小さい、こう、そっちですか。こう打ちに行く。お前確かにパチンコは楽しいし、こてたら嬉しい、確かにわかる。ただ野球はうまくならんぞ。吉口さんの時なんかもう寮なんか行ったら練習するところを順番取りに行ってましたもんね。順番取りでしょ、バット置いてたりして。まあでも聞きましたよ、まあ、俺が最初使わないと順番は俺だからね、でも最初の時は誰も使ってなかったんや俺、入った時、だから入った時誰も使ってないから俺が使い放題だった。で俺ですごい練習ができたんや。やっぱマネするからね。そうです、若い選手はあの暗い狭い練習場、あそこちょうどいいわ、今日大きさが。すごい、マジでマシン1台置けて、なかなか引けない日は。雨降ったら、ね、練習しに行きましたからね。そう、狭いやろ、走るとこもないし、大野の方がね、立派な、まあ、あとできたけどね、また大野も遠いやん。遠いですね。今でもカープのあそこの球場の横に立派な練習場あるからね。室内できたからね、すごい、でも施設が良くなったからって上手くなるとは限らないからね、うん、まあそうですよね、うん、やっぱ、あの選手がどう練習するかやんか、工夫して練習しましたからね、昔は、うん、だから中日なんかでもそうだけど、あの寮は変わんないの。いやいや、あまあ名古屋球場の隣でした。できたやんか、えドームの。いやいや、名古屋球場 あったじゃないですか、うん、あそこ、あの横にできたんですよ。だよね、うん、ドロさんが館長やってて、館長、まだやってんの。いや、もうやってたよね、あそこやろ。そうそうそう、綺麗な寮になってる、もう素晴らしいっすよ。そうだよね。ほんで、あ、でもドームからちょっと離れてるよね。そうですね、ドームから20分、20分ぐらいで行きますね、多分、名古屋球場ね、あの91メーターあるかないか、みんなそうだったな、あの頃ね。でも知ってる？広島一番しなかったでしょ、やっぱり。でも、一番飛ばないボール使ってたからな。ああ、サープ。ナス。ああ、ナスやったっすか。サープとナス飛ばないんですよね。ナスが飛ばない。その、この間岡田とやってたけど、やったけど、阪神もナスだったよ。でも、阪神は高い方のナスを使ったらしい。カープはもっと安い、一番安いナスだからもっと飛ばなかったって。ほんま飛ばなかったの。でも球場は狭かったですからね。でも今の棒を使ったら全部ホームランだぞ。今水野ですよ、ね、水野、統一球ジャイアンツ水野ですよね。そうです、阪急も水野。あで、統一球ってこう幅があるから違反球じゃないんだ、で、ナスはここや、一番飛ばないとこや、で、水野は製品がいいや、水野ってけあの毛糸も新しい毛糸だから反発ケースで、それでやっぱり違うわけ、で今の球使われたらピッチャー91メートルの球場で やったら大ごとするよ。バット打っても入りましたけどね、ホームランあったね、ガーンってやった、ガーンって打ったバット俺バッて打ってんのに入ったよね。すごい、反対側入ってるもんね、だから統一球になって反発ケースがいいボールを使ってる分だけバットが軽くなってる、今880ぐらい、軽く使ってますもんね。だからちょっとアッパーダウンから入ってアッパーにこう入れてっても、ちょっとコンタクトしやすいのかなと思う、昔こう系統のがあったら中にゴルフ入ってるな、あれが今ゴムボールか、多分違う、芯が違うんですか、違う。